こんにちは、ゆうです。バズラのおじゃんです、はい、今日誕生日の方、おめでとうございます。はい、昨日お休みいただいたんですけど、はい、今日も課金サーバーが芝居のやっていきたいと思います。今、芝居沼まれって言えてましたごめんなさい、喉が、はい、ちょっと調子悪くて、はい、今日も引き続き、100式チャレンジ挑戦していきたいと思います。編成はね、前回のままなんですけど、まあ、一応ご紹介しましょうか。それでは早速パーティーご紹介します。はい、こちらですね、はい、梅マロ、まあ、マライルループですね、はい、ちょっときつくて結構いいとこまで行ったんですけどね、一回、はい、それではご紹介しましょう。はい、リラの梅マロに HP 強化のプラスを3つに、非属性ダメージ軽減1つで、受動は明日、ダブルゼータガンダムの武器ですね、これでチーム HP、チーム回復、クラミ耐性になっておりますと。で、こちらがひそかですね。ひそかに全パラ強化に、アシスト無効潜在に HP 強化の最上位のやつを1つと、ダイヤ、ガチタラ武器つけております。で、こちらがカッチャンに、爆豪君に、上限全パラ強化に、上限解放で、ヒロアカのしがらき武器ですね、はい、こちらつけております。で、こちらライル、相変わらず一緒ですね、無効属性無効貫通潜在に、アコギラで、バルハラチアーズ、バーテンダーオーディンの武器、これはサブの2体は一緒です、はい。で、フレンドさんが属性交換通信台に悪魔キラーに、ゲンガシのサイリアの武器ですね、これで雲耐性を補ってもらってますね。で、バッチがゲンガシバッチです。で、ちょっとスタミナもなくなってきたんで、はい、気引き締めていきたいと思います。それでは最高、お茶飲もう。なんかニューロアがね、ちょっとぐだっちゃうんですよね、毎回。ニューロアさえ突破してね、そっからやったら割といけるんですけど、2、3がちょっとね、安定しないというか、やっぱ熟成するまでかな、ちょっと耐久力に不安があるんで、はい、で、ガチャド扱って、はい、で、ここでしがらき使って、で、ルーレット、はい、ビジュアルマジシャン、シーンを引き出してもらって、で、ライブチェンジ、はい、ライブチェンジ、はい、ライブチェンジ、ライブ変身、早いね、僕言うの、はい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 あー、やべーっていうね、こうプラスワンするじゃないですか。これ枝豆がね、作れるっていうしがらき武器のお得感なんですよね。これでちょっと僕気持ち楽になるんですよね。よし、じゃあ、もう一回、五感作んでいくか。よしよし。はい。はい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 、よしよし、これいけるでしょ。 OK、 よし。であとはちょっと休憩と、次からライルさんを酷使していく、はい、株式会社ブラックマン、ブラックマン社は芝居丸はもうブラック企業なんでね、ほんま。ライルを3体もね使っていくということで、はい、よし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 、OK、はいはい、んで、いっちゃってください。 OK、 で、このトゥバンやったっけ、ヒーのやつが一番出てきてほしいんやけど、あ、パルマスか、まあまあまあいいでしょう。よしよし、で、これで消せない解除しといて、はい、で、ラウルじゃなくて、誰だっけ、ライル使っといて、はい。で、はいはい。で、僕はここを突破するときに、変わってるんかわかんないですけど、はい。はい。で、余裕があったら、これなさそうっすね、もう時間的に。諦めよう。はい。よしよしよし。1個の LG だけで確実に無効貫通して半分まで軽減効いてる間にいけちゃって、その方がなんか効率的なような気がするんですよね、はい。
あくまでも個人の感想です。はい。これは無効貫通決めながらいけるでしょう。はい、はいはい。で、はい。はい。これで。よし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 。この後ね、非コットン、非水コットンがちょっとくだるんで、でもくだらんかな。大丈夫かな。水がちょっとね、やっぱ水属性だけあって。じゃあって言ってもた。OKOK。次、まあ、さっきね、かっちゃん使っちゃって負けちゃったんで、はい。その前でね、パヌマスで、色がなかったんですよ。色がなかったんで、それ取り出すために使っちゃって負けたんで、はい。そこに火落ちこんへん？オッケー、ここまで持っていけばもう大丈夫。オッケーオッケー。ルーレット浮気しちゃって、はい。はい。オッケー。んで、勝負は必ず完全勝利。ひひひひ。オッケーオッケー。クリアミ全部ひですね。わかりやすい。はいはい。で、ここちょっとわかりやすいように閉じとこう。だね。よしよし。で、多分十字決まってんかったか。マジか。OK。まあいいでしょう。OK。弱体化、弱体化。OK、OK、OK、OK。ここもね、ちょっとだけ調整がシビアで、はい。インターライル使っとこうか。プリシラがね、こっからプリシラの、ちょっと、極悪すぎて、はい。はい、これで、はい。これでいいや。あ、ちょっと待って。危なー、危なかった、今ちょっと7個石なってんかったよ。これようやるんすわ、僕、ほんま。オッケーオッケー。で、ここないし、使っていこうか。よしよしよし。ちゃんと列ね。列確認して。でも、こっから、はい。2個は置いとこうか。はい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 。オッケーオッケー。オッケーオッケー。はいはい。で、この一応右の、あれ置いときたいんで、ここは、ルーレットで取り出して、プリシラがね、出てきたときにね、2体解放じゃないと、削れないんですよね、まあ、どう頑張っても。よし。はい。よし、OK。オッケー。もうちょっと指がね、増えればいいんですけどね。よし。で、ここが、あといったんでしょ？次に大解放できるんで、ここで行くと。ジンも大丈夫。ジンの加えも大丈夫なんで。プリシラがね、出てこへんかったらその話なんですけどね。なんか分割の仕方も下手くそやし。そこに火。うわ、マジか。あ、でもこれいきますね。かっちゃん使っとこうか。水になっちゃったからなんですよね、今。
よしよしよし、これで。はい。オッケー。これで最悪、ライル3体解放できると。ブリシラが来ても。ちゃうわ、ちゃう。来たねー。早速来よった。よし。これ、ライルのね、陣の危険にもよるんですけど、まずこっち読んで、あ、これはちょっと外れっぽいですね。いやー、ちょっとね、厳しいな。次はライル来てくれるから、よし、じゃあ、診断クイズ出してもらって。で、光も。で、はい、ここで、コーヒー、これでいこうか。OK! 抜いた。あぶねえ。で、次が、誰だったっけ、これ。ノーチャス。オッケー。しかも軽減でよかった。で、ここが、2ターンなんで、あと、ここであれですね。はいはい。よし。はい。これで。よし。しっかり回復していって。HP もね、これ増えてるんで、プリシラのおかげで。オッケー。で、あとはカッちゃんが戻ってくるまで待機と。貴族性なんで、なるべくね、火で行きたい。火で行きたいというか、火属性なんですけど、ちょっと語彙力の問題ですね、僕の。はいはい。ライルにあまり、ちょっかい出してほしくない。ちょっかい出してほしくないんですよね、これ。ほんまに。しゃあないな、これ。ライル使うか。はい、はい、よし、はいはい。でちょっと一応枝豆も作っといて、ああそこだったらまあええか、いけるか、いけるか。いけそうっすね、これやったら。ちょっと待って、こっちで作ろう。大丈夫、26秒あるから。26秒あるんで。で、分割。光はどうしたらいいかな、これ。で、これで、いけたかな？よし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 。ひー、落ちてきて、あ、光来た。おーし、オッケー。オッケー、いた。で、次、ルーレット、ミネルヴァ以外でお願いします。ミネルヴァやんけ、これ。もう、やめて。ミネルヴァがね、一番きついんですよ、ほんま。まあ、その代わり、火属性やから、軽減も振ってるんでっていうこともあるんですけどね。ちょっと一番嫌いですね、僕は。この、ライルを使うにあたって。つか、アグリゲートの時のやつも嫌いやし。ちょっとなんか、そっか。また枝豆作っとこう。しっかりどうせね、軽減入ってるんでね。よし、で、この牛を倒せば、あれかな、なんかいらんことしてこへんのかな。
よしよしよし。はい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 。やばいやばい、トゲ触りすぎてる、トゲ触りすぎてる、トゲ触りすぎてる。こんぐらい回復しときましょう。はいはいはい。よし、OK、OK、OK、ナイス、回復の恩返し。OK、よし。ここでギリ、危ないかな。この順番やと多分、ちょい危ないんですよね。ちょい危ないけど、いやー、いっとこうか。はいはいはい。光だけ分割しといて、火だけ、で、枝豆も作っといて、はいはい。よしよし、オッケーオッケー。オッケー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 。で、ここからライブで。あんまりうまくないな。はいはい。んで、いい分割。ここで閉じようか。はい。オッケー、はい、オッケー、はい、オッケー、よーし、火の直す、落ち込ん、はい、ボスまで来たー、よっしゃー。で、これはおそらく一旦じゃ抜けなかったんで、2ターンぐらいで抜けるかな。はいはい、よし、そうですね、オッケーオッケーオッケー。あー、よかったよかった、そこが下げられる分には全然問題ない。で、ライル使って、で、クイズ出してもらって、はいはいはい。死神クイズもずっと出してくれてもいいんやけどね、もうこれループでいいっすよね、なんか全然。もうこう余裕なんで、さ、無理せんと、張り切らんと、よし、ちゃんと回復して、オッケー。で、10コンボ救助で、はい、オッケー。よし、で、ここでなるべく火がつながっておいてほしいな。繋がってるか。ここは7焦げしで、で、これで、あ、ちょっと待って、めっちゃトゲ触ってるやん。あー、うわ、もう終わったね、これ。